急速に進む人口減少、超高齢化社会。これに対し、その地域の特性に即し、雇用の確保・向上と人材の確保・育成の好循環を生み出し、それを支える地域に活力を与えるまちづくり、いわゆる地域創生が今、地域にとって最重要課題となっています。この課題に取り組む上で鍵となるのが、情報通信技術です。高森光ネットワーク株式会社は、情報通信技術によって地域創生を実現するために誕生した会社です。高森光ネットワーク株式会社とはいかなる会社なのか、その独自の事業計画と最先端の情報通信技術に迫ります。阿蘇郡高森町、かつてこの地域における最大の課題は都市部との情報通信格差であったといいます。教育、福祉、防災、まちづくりも全てにおいて、それで格差が出てくるというのが、都市部とのですね、格差が出てくるというのが一番の課題だったと思っています。高森町のみならず、国内の多くの地域がこの問題に直面しています。情報通信技術の進歩はこうした問題の解決につながると期待されていました。しかし、情報インフラの整備には自治体が主体となっても、最近では国からの交付金もなく、しかも運営には多大な費用負担が重くのしかかります。これらの問題をすべて解決すべく、情報通信技術を持つ株式会社九電工と、通信事業の管理運営のノウハウを持つイクストライド株式会社が高森町に共同提案した事業計画において生まれたのが、高森光ネットワーク株式会社でした。地域の情報通信格差を克服し、地域創生を目指すものとして全国でも注目を集めている高森光ネットワーク株式会社を中心とした事業計画とはどのようなものか。その柱となるのが、自治体全世帯への情報基盤整備に活用する方式としては全国でも初めての取り組みとなる設備運営方式、PFI 的手法による民設民営方式です。 PFI 的手法とは、公共施設の整備にあたって設計建設管理運営までを一括して民間に預けることで、民間の資金、経営能力、技術的能力を活用し、効率的な施設整備と質の高い公共サービスの提供を図ろうとする手法のことです。これによって財政負担の軽減化が図られ、しかも自治体のさまざまなリクエストにきめ細かく対応できるというメリットが生まれます。この民間企業が高森光ネットワーク株式会社高森光なのです。地元民間企業として町内からの雇用を生み、法人税などの事業収益の還元、そして地元企業との協調、これらは将来へわたる町の活力、地域創生へとつながるのです。高森町の今後の公共サービスの大きな部分を担う高森光は町の中心部にあります。放送用のテレビスタジオを高森町役場内に設置、設備一式を町に貸し出しています。通信を管理するセンターが高森光のサーバー室に設置され、さらに高森町全域の通信をカバーするためのサブセンターが高森町野尻に設置されました。光ファイバー網は町内全戸に引き込まれています。高森光ネットワークは地域密着企業といたしまして、高森町内に本拠地を設立いたしました。私たちは地域 ICT 企業といたしまして、地域創生の一端を担い、高森町の発展に貢献してまいりたいと考えております。スタッフは地元から雇用されました。多くの自治体で情報インフラの整備を大手事業者に任せた結果、技術的な問題を解決する常駐スタッフがいない事態となっている中、高森光は地元企業としてのメリットが生かされています。機器の使い方がわからないなどの問い合わせに対し、常駐しているスタッフが電話で対応でき、
時には訪問し、問題の解決に当たることができます。あ、わかりました。じゃあ、お伺いさせていただいてよろしいですか。はい。さらに、光ファイバーの断線などの事態にも資機材が揃っているため、すぐに対応することができるのです。すぐにですね、駆けつけられるようにということで、町の方にこういう事業が行って、うちの会社ができているので、そうですね、利用者の方には安心されしていただいていると思います。すぐにですね、対応ができるというのがうちの会社の強みなので、はい、そうやって安心をお届けできたらと思います。私たちはですね、高森町内に本拠地を構える地域 ICT 企業です。私たちは何か問題があれば電話対応だけでなく、直ちに現地へ駆けつけ対応し、町民様、ご加入者様のサポートを行っていきたいと考えております。町に住む人にとって新たな雇用は将来への期待へとつながります。近くにこう雇用できるところが増えるというのはですね、それだけいろんなチャンスが増えますから、はい、それはこういうふうにですね、どんどん事業ができて、はい、雇用が増えるようにですね、こちら私たちも願ってます。はい。高森光の業務内容は、行政情報や一般放送のテレビ、光ブロードバンドのインターネット、そして高齢者見守りサービス、大きく3つのサービスが提供されています。中でも高齢者見守りサービスは、ドアの開閉などを感知し、町外にいても登録したメールアドレスに感知内容をメール送信するもので、一人暮らしや一人で留守番をしているお年寄りと家族の安心を支えるものになっています。かつて情報通信格差に頭を悩ませていた高森町、今では大都市の通信インフラをも凌駕する環境が整いました。ちゃんとした情報をより的確にスピード感で届けるということによって、町づくりは進むでしょう。それと同時に一体感が出てきます。それが地域密着型であって、この密着型が多分今国が言ってる地方創生の全ての施策のスタートになると思っておりますので、最終的には住民のその地域の皆さんの幸福度が上がっていくというふうに確信しています。今後は高森町民の方々がさらに利便性を感じることができるよう、高森町様と共に利活用を模索していきたいと考えております。高森町の暮らしの情報は、役場内に設置された高森ポイントチャンネル事務局が中心となり、取材、編集、放送を行います。町の様子がリアルタイムに伝わるこの取り組みは、町の一体感を生み、さらなる町の活力へとつながるでしょう。町民の命を守る災害対策は、今後ますます重要な課題となります。高森町様では、平成24年7月の九州北部豪雨による災害、最近では阿蘇中岳の噴火と度重なる災害に見舞われております。私たちは地域 ICT 企業として、全町民様が利便性を感じてもらえ、なおかついち早く防災情報を入手し、ご活用していただけるものを提供したく、今回の協定を締結させていただきました。高森光と高森町が構築した総合防災配信システムは、今後想定されるあらゆる災害に対し、自治体の通信インフラに何ができるかを実証していく、他の地域に先駆けた先進的な取り組みとなっています。災害が起きた時、その災害情報を迅速かつ正確に、できるだけ多くの人が共有した上で的確な行動を取る、そのためのシステムが高森町にはあります。かつて情報通信格差に頭を悩ませていた高森町に整備された光ファイバーネットワーク、将来どのような利活用が町を支えていくか、その可能性は無限に広がっています。高森光は高森町の人と人、仕事と仕事を結び、町の元気を盛り上げていきます。